本はあれですよ、ワイン1本、ね、明日の分で残して帰っていいって言って結局ありだからね。やっぱりね、どうせ明日も乗るから置いておくからってなくなっちゃったと思ったけど、その後のことをインタビューしました。いやもうそれはまたおい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 ね、そういうあのお酒飲んだ時ってまあまあ本当の姿は結構出るもんやと思う。真実の鏡。そう、あれは真実の鏡というもんなのね、ワインの赤いやつは。そうなんですね、皆さんが飲んでるこれとかね、もうみんな真実の姿をこう出す。昨日JR でずっと誰かと喋ってた記憶があるらしいんだけど、誰か分からへんから一人きりやったらしいんだけど、もう一人で電車乗ったらしいんですけど、すごい楽しくお話をしながら帰った記憶があるんですよ。梅ちゃん一緒やったって言われてる。梅ちゃんが JR で高杉に乗らなかったの。おかしいやろ、誰かに片付け家取れ高やねん。俺出る前に今から行こうかなとか言ってました。すごい幸せな、あの携帯は落とすし、いや、あの、大丈夫ですよ、はい、ずっと梅ちゃんの家でダーリン、ダーリン、ダーリン、ダーリンっていう着信電話が25回だったらダーリンって誰やねんよ、いいね、ダーリンって今は音取るけど、あいつしつこい、あいつはよしましょう、はよしましょう。2分の後半に喋るネタですはというわけで、そんな私も愛してねっていう曲です。違かった、あれ、あれそうですね、今からこのフェーズがあれそうです。皆さんに注目です。真実の鏡。